こんにちは、島村楽器マリー錦糸町店サックスインストラクターの岡田です。本日の動画は、思想代行動画をやりたいと思います。ずっとねやりたかった企画だったんですけれども、マレーキン市長店のねお店に、展示してあるサックスを私が今日いくつかねピックアップして、吹き比べをねしてみたいと思います。皆さんにねこう音の違いとかを聞いていただけたらと思います。本日はですね、店長よりちょっとレアなサックスにしてくださいと出しがありまして、いつもそういう役なんですけど私はい、ちょっとね私が、今回これちょっと珍しいから聴いてほしいなっていうサックスを選びたいと思いますので、よかったらぜひぜひ最後まで見てください。それではサックスの売り場に移動します。行きましょう。はい、こちらが、マルイ錦糸町店のサックス売り場です。ヤマハさん、柳沢さんの、定番商品から、サックスの王道セルマー社の、サックスになってます。こんな感じで下はテナンサックスです。こういったねたくさんのサックスの中から、私たちインストラクターは瀬戸さんの楽器の選定をしております。一般の、ね、方でもねインストラクターの選定を受けることができます。詳しくはね概要欄に、記入しておりますので、よかったらそちらもご覧ください。こちらは珍しいサックスゾーンですね。色がちょっと変わってます。はい、こんな感じです。はい、じゃじゃーん。本日はこちらの4本を、演奏したいと思います。こんな感じですね。どれも美しいですね。では1本ずつちょっと紹介していきますね。はい、まずこちら、ビュッフェクランポンの先祖というモデルになってます。こちらですね、非常に美しいです。こちらは、コパーで、できてまして、こう綺麗なピンク色のボディになってます。非常に美しくてね、こうなんですかね、優しい音、まろやかな音が出るのが特徴です。こちらも同じくビュッフェクランポン社の、先祖というモデルのシルバーですね。また綺麗な、これ珍しいですね。受注での生産なので非常に珍しい一本となってます。シルバー独特の透明感ですねのある音が出るのが特徴ですね。パッとこう明るい音色です。うん、綺麗ですね。はい、3本目はこちらです。キャノンボール社のサックスになってます。アンラッカーで仕上がっておりまして、でこれはキャノンボールさんと島村楽器のコラボレーションモデルになってます。はい、綺麗な宝石も入ってますね。先ほどちょっと試しで吹きましたけど、非常にレスポンスが早くて吹きやすかったですね。早い指回しとかすごく吹きやすく、なってました。感じです。はい、4本目、こちらはウッドストーンメーカーさんの、ニューヴィンテージっていうサックスのモデルになりますね。ヴィンテージサックスをねこうリスペクトしつつ、今のこう技術もね反映されている、非常にこだわりの強いね一本になってます。ラッカーもねちょっとこう飴色って言いますかね、ちょっと濃いめの色のモデルです。でも吹きやすいですね、非常にこんな感じ。彫刻もすごく美しいのが特徴ですね。はい、Thank you.
でしたか以上4本が今回ねちょっとピックアップさせていただいた島村楽器丸井錦糸町店に展示してある、ちょっと珍しいサックス4本でしたサックスのねこう3大メーカーっていってセルマーさん、ヤマハさん、柳沢さんってよく聞くことも多いと思うのですが、他にもねたくさん魅力的なメーカーさん、魅力的なねモデルたくさんあります、素材だったりとかキーの場所の作り方の工夫だったり、いろんなねところがメーカーさんの特徴であるので、ぜひぜひサックスをこう選ぶ際は、いろんなメーカーさんをこう知って実際に触って、皆さんお一人お一人ぴったりのねこう一本に出会えることをサポートできたら嬉しいなと思ってます。はい、最後までご覧いただきどうもありがとうございました。これからも頑張って動画投稿していきたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。